I feel nauseous, believe me. Never had a lot of shit come easy. Had to work hard, struggle just to be me. Hello, people. This is the continuation of Digimon Cyber Sleuth. Please enjoy. ゲイさん、よかったら俺と。 お茶を。お茶？ああ、そういうことか。それなら早く言えばいいのにな。いいぜ、任せろ。え、本当ですか？やり。おう、渋谷の喫茶店に案内してほしいんだよ。道案内するのもお巡りさんの仕事だからよ。え、いや、違う。そこの角を曲がってまっすぐ行って右行ったとこだ。そうですね。でもあの、俺お姉さんとお茶。 はい。よく見ていたか、弟子よ。
いくら可愛くてもおまわりさんには手を出すな。この教訓を必ず後の湯まで勝て。全滅か。落ち込むな、弟子よ。言っただろ、ナンパの世界は諸行無常。時に現実は辛く。じゃ、本番行こうぜ。何驚いてんだよ、忘れたのか。今までの練習、肝心なのは本命。仮にさっきのナンパ全てに成功したって、肝心の優子ちゃんを落とせなければ意味はない。彼女は食べ歩きが趣味で、気に入った店は頻繁に訪れるって話だ。出没範囲は相当広いんだが、今回は頻度が高い中野の飲食店を探してみようぜ。さてと、1階にも飲食店があるみたいだな。おっと、ビンガー、ターゲット確認。ネットの画像で見た通り結構かわいいじゃん。よし、弟子よ、ここは師匠である俺がお前に手本を見せてやる。へい、そこの彼女、ちょっといいかな。君、可愛いから声かけなきゃと思ってさ。よかったら、俺とお茶しない？お茶は微妙。それなら、俺こう見えてフットサルが好きでさ、これから近くのコートで練習するんだけど、見に来ない？実はここ来るの初めてでさ、カフェがどこにあるか教えてくれないかな。あれだけ玉砕したのに、どこから出るんだその自信は。だが、あとはお前のその自信だけが頼りだ。行け、我が弟子よ。そして、しましたよね。好きなんですか？私も好きなんです、ここのオムライス。その顔はひょっとして知らないんですか？ここのオムライスの美味しさは。セントラル病院であれほど飲み物に対して可能性を示したあなたともあろう人が。いえ、それも違います。良いものを知らなかったからといって、そのこと自体に罪はない。好きなものを発見することに早いも遅いもありません。知らなかったのならこれから知ればいいんです。今度は私があなたにここのオムライスの美味しさを理解してもらえるよう努めます。ここのオムライスの一番のポイントはですね、独自の濃度に調整されたホイップクリームで作られたバターが使われているという点です。そのバターをたっぷりつけたプルプルのオムレツがあなたにもありませんか？目の前でプル
ふると揺れている食べ物を見て、行儀が悪いと知りながらも、ついここでは思いっきりその欲求を満たすことができるんです。その光景をたっぷりと堪能した後、口に運ぶオムライスの美味しさはとても言葉では言い尽くせません。どうやらまだ分かってもらえてないみたいですね。やはり百聞は一見にしかず、いえ一色にしかずです。どうですか？あなたのおかげで二人連れ以上じゃないと頼めない超絶大盛りセットを堪能することができました。ありがとうございます。あ、ごめんなさい。はい、もしもし。いえ、別に。わかりました。すぐに戻ります。すいません、呼び出されてしまって。本当は、お礼にもう一件ご馳走したかったんですが、それは、またの機会にし。やりやがったな、チキショー。なんだよ、お前いつの間にあんな上級者を落とせるテクニックつけてたんだよ。あれか、俺の背中を見て覚えたってやつ。初めて見た時からお前はできるやつだって思ってたぜ。で、どうよシリア、連絡先聞けたか？次に会う約束は？お、どうした？これがオムライス超絶大盛りセットです。あの、どうぞ先に食べてください。私だけが食べるのでは申し訳ないです。今日はあなたにここのオムライスの素晴らしさを理解してもらうのが目的ですし、私だけが食べるわけにはいきません。美味しくない。ユーゴから話は聞いています。私のアカウント、実はだから協力させアカウント、さあ、thank you.
いやまさかユーゴが先に話をつけていたとはな。それなら最初から普通に話しかければよかったな。いやどんまいどんまい。そうだ、リュウジ。お嬢の様子はどうだ。あれからだんまりだ。あらら、すっかりご機嫌斜めか。ともあれ、アカウントは手に入った。サーバ侵入を始めるぞ。つってもよ、標的のデータのめどはついてるのか。いや、ユーゴからの依頼は、シベリエとハッカーの癒着を証明できる何かだよ。具体的だから今回は、神城のメインサーバーである。なるほど。網を張ってサーバー内でやり取りされるデータを監視しようってわけ。まず俺と千歳が、こっちの端末から陽動を仕掛けて、サーバー内のセキュリティを撹乱させる。その間にお前は、エデン内からサーバーへ侵入して、指定のポイントにマルウェアを仕掛けろ。これで、より機密度の高い情報が集められるようになる。なーに、うろたえてんだよ。今回の作戦じゃ、陽動やサポートは高度で熟達したハッキング技術。しかも相手は天下の神城様。サポートはお前にはまだ無理だって。新人を卒業するにはいい機会だ。やってみろ。本来はログインする際にアバター情報の更新が行われるが、今回はそこをスルーできるよう。多少の違和感はあるだろうが我慢しろ。大丈夫だって。お前結構根性あるんだからさ。持ち場につけ。準備ができ次第合図する。オッケー、位置に着いたぜ。始めろ。顔がにやけてる。どうせろくでもないこと考えてるんでしょ。君に言われなくてもちゃんと休んでるわ。それよりこれからサーバー内に潜入するんでしょ。分かってる。中に侵入したら、だから私の代わりを準備したの。ワームモンを一緒に連れて行って、わからないことがあったら、この子に聞いて。よろしくね、ワームモン。任せて、エリカ。驚いた？エリカの記憶から、ハッキングスキルを学習して、エリカと同じことができるようになったんだよ。ついでに喋り方もエリカの真似してみたんだけど、どう？変じゃない？
そういうことだから、詳しくはその子について。あ、それとこのことがお兄ちゃんにも内緒あるの。その子がアバターに変なことしないように見張りよろしく。はーい。で、変なことってどんなこと？ここがハバロンさん。サーバの中心部まで行ってマルウェアを設置するのが私たちの仕事だよ。ここのセキュリティデジモンはかなり強力だから気を抜かないでね。初めてなのになんでそんなことがわかるかって言ったでしょ。私は今エリカとキヨク。それでエリカの知っていることは私にもわかるってわけ。なんでそんなことができるかって。エリカの記憶はデータ化されてエデンの中にあるんだよ。病気の治療のためにね。だから私と共有化できるの。わからないことは何でも聞いていいよ。私もエリカの記憶サーバーから情報を引き出す練習がしたいし、エリカも君が知りたければ答えてもいい。エリカは脳の制御がうまくできない病気なの。人の脳は本来使う範囲はとても制限されてるんだけど、エリカの脳はその制御がうまくできなくて、放っておくと機能を使いすぎてオーバーヒートしちゃうんだって。記憶をデータ化してエデンの特別なサーバーに預けることで、脳へのエリカは端末を介して常にそのサーバーと記憶をリンクさせていて、神城と提携しているセントラル病院でしかできない特殊な治療なんだよ。放っておくと脳から体の臓器へ送る信号がどんどんおかしくなって体のあちこちが弱っていくんだって。うん。エリカの記憶サーバーから上手に情報を引き出せたみたい。さあ行こう。もうリュウジたちの陽動が始まってるよ。
あら、ひょっとしてそこにいる、あの人が神城の幹部、岸辺理恵だよ。ゆうこちゃん、こんなところで何してるのかしら。私との約束の時間よりもまだ早いし、もしかして誰かとで、もうゆうこちゃんたら、でもなんか怪しいんだな。ゆうこちゃん、あなた疲れが出ちゃったのね。かわいそう。ダメじゃない、ちゃんと休まなきゃ。それなら今日のお約束はキャンセルしましょう。またね、ゆっくり休むのよ。なんとかごまかせたみたいだけど、私だね。あの人が戻ってこないうちに先。あいつがセキュリティデジモンだよ。待って、倒しちゃダメ。倒したら侵入がバレちゃうもん。戦ってできるだけ弱らせて。うん、ちなみに私は戦えマルウェアとして改造されたから戦えるようにはできてないんだもん。エリカと同じようなサポートならできるけど、バトルはちょっと。それにあいつ怖いし、強そうだし。ほらほら、悠長に構えてる場合じゃないよ。敵が来る。その質問に関する記憶は共有化されてないみたい。どの記憶を私と共有するかはエリカ次第なの。エリカに直接聞いてみようか。へへ、作戦大成功だな。こいつが入ったおかげでクーリエにも機動力が出てきたんだね。
でね、何食いに行く？作戦成功と新人くんの初単独侵入成功祝いだからな。特別豪勢なもんにしようぜ。それかお嬢もいないし、どうせならちょっぴりいかがわしい店でも。なあ、お嬢にはちゃんと声をかけたの？ああ。返事は？いや、まだだんまりか。あ、もうやっぱ俺連れてくれ。千歳はすごいやつ。エリカが初めて懐いた他人で、エリカと3人でフーディーを作ろうと言い出したのはあいつだ。これは一時期いろいろあった。もうチームなんかコリゴリだと思ってた。今回の仕事、エリカが裏で何か動いていたと言わなくていい。俺が知っていると分かると嫌がるからな。好きなようにさせてやってくれ。あいつの方がよっぽど兄貴らしいのかもしれないな。
油断するなよ。行け！なんとかなったね。Thank you.
Thank you.
カマーラ、逃げるぞ。油断するな。ダメだ、一旦行こう。
さあ、行こう。Thank you.
私ですか？調べ物をする。え、なるほど。確かに一人で悩んでいても埒が明かないようですし、あなた、それで。あ、お願いした。詳しくは、実は、それは、でも、この本屋に。え？とにかく解説された本より、例えば、よろしくお願い。依頼があったもん。要は参考にできそう。家の本棚から探してきた。これか。この本。早く依頼に。あ、どうも。これって、これから控えている作戦は、この有事の違和感があった。アンドリャー、てめえが何者かどうかなんて関係ねえ。今が腹、どうでした？やはり、主人公の、せっかくの別の本。
やあ、新人。お。なんだ、依頼受けてる最中か。で、今はどんな依頼を受けてる？友人の参考資料探し。面白そうじゃん。俺にも協力な。そうだ、今ちょうどこんな本持ってるぜ。これならどうよ。なんだかどっちもナンパの本みたいだって。その通りだけど、よく考えてみろ。まずはお友達になることから始める。それがナンパ。つまりこの手の雑誌にはな。分かったら。今度はしているようです。でもあなたのおかげでだいぶ友人について正解だけを探すことが資料探しではありません。これは絶対違う。そうですね、何書いた？今、なんか失礼なことか。それで、用事なら早く。友人の資料探し？なんでそんな依頼受けたの？ちょうどこの間、学園ものの漫画を読んだの。それならどう？これだよ。こっちね。言っておくけど、学校に憧れワームモンを解析すると分かればいい。あと、その漫画。おかえりなさい。これまでのもの。よくわかる。やだ、ごめんなさい。案内してくれるんだ。はい、なんでしょう。試しに。もうあんまりおそあしてあさあ、うん、そのえでも忠実にともかくこんなにいい資料、これと同じたくさんいるあなたのおかげでさ。
Whee!